まずは区内の出来事をまとめてお伝えするウィークリーニュースです。今週はご覧の話題をお送りします。はじめに7月31日に荒川総合スポーツセンターで行われた親子で体力アップ大運動会の模様をお伝えします。荒川区体育協会の主催で行われているこのイベントは、親子で楽しみながらスポーツに挑戦することで体力アップを図るというものです。1部と2部の2回に分けて行われ、それぞれ20組の親子が参加しました。また吉本芸人の皆さんも一緒に参加し、運動会を盛り上げました。要するに楽しみながら運動する、皆さんにスポーツのいろんなきっかけを、そのお笑いを含めて、運動するというきっかけを作りたいということで、吉本さんを呼んで、始めるようになりました。はい、この日は赤と白チームに分かれ、4つの競技を行い優勝を競い合いました。サイコロの出た目のコーンを回る競技、出た目で勝負。6が出たら遠くまで走らないといけないという、足の速さだけでなく運の良さが明暗を分ける競技です。最後はリレーです。トラックを一周しバトンをつなぎます。勝敗を分ける最後の戦いとあって、手に汗握るレースが繰り広げられました。午後1時から行われた第1部で優勝したのは赤チーム。高田会長から優勝カップが贈られました。お笑い芸人さんと遊べてすごく楽しくて、もう一回来たいと思いました。すごい楽しかったです。で、久々に全力で走れて楽しかったです。芸人さんの皆さんもすごい明るくていい雰囲気で終われました。ありがとうございました。荒川区では区民の方が気軽にスポーツに取り組めるよう、夜間区立小中学校の体育館をスポーツ広場として開設しています。続いてはこちらの話題です。8月3日荒川ふるさと文化館でリトル学芸員博物館のお仕事を体験しようが行われました。区内の小学生を対象に、荒川ふるさと文化館が収蔵する資料の調査など、学芸員の仕事を楽しみながら学ぶことができるリトル学芸員。この日、子どもたちは普段入ることのできない収蔵庫の見学や収蔵品の観察などを行いました。ものをじっくり見ることによって見えてくるものがあるっていうのを体験していただきたいなと思って今回は開催しました。あとはまあ学芸員っていうのがどういう仕事をしているのかっていうのがちょっとでも分かってもらえたら嬉しいです。こちらは職業体験も兼ねて行われた収蔵品の調査です。子どもたちは足踏みミシンや黒電話など主に昭和の時代に活躍した品々を手で触れながら考察し、調査内容をまとめました。触ってみるところが楽しかったです。物を調べるとかが面白かったです。昔のものが今でもまだ鮮明に残っていることがすごいと思いました。いつもは入れない場所に入れて、いろいろ見ることができてよかったです。調査を終えた子どもたちにはリトル学芸員の認定証が渡されました。続いてはこちらの話題です。8月4日、荒川遊園で夏休みアニマル教室が開かれました。この教室は区内の小学3年生から6年生を対象に、
動物との触れ合いを通じて動物への知識を深め、思いやりの気持ちを学んでもらおうと行われました。8月3日から3日間にわたり開かれた教室では、子どもたちがヤギ・羊班、ウサギ・モルモット班、ポニー班の3班に分かれ、日替わりでそれぞれの動物の世話を担当しました。作業は小屋の掃除、餌やり、水やりなど普段飼育員が行っているものです。同じ班の仲間と協力して行いました。作業を終えるとテキストを使って園内で飼育されている動物について学習。2日目のこの日はフクロウの生態について飼育員からの話を興味深く聞いていました。はじめは動物の世話に戸惑う子どももいましたが、次第に動物への愛着が芽生え、積極的に動物との触れ合いを楽しんでいました。参加した子どもたちは動物のお世話と触れ合いを通して夏休みの楽しい思い出ができたようです。続いてはこちらの話題です。8月4日、福島市長とミスピーチキャンペーンクルーが荒川区を訪れました。荒川区と交流都市である福島市は日本有数の桃の産地です。この日は福島市長が西川区長に旬の桃をプレゼントして福島の魅力を PR しました。また西川区長からは荒川の伝統技術展で集まった義援金の目録を送りました。サンパール荒川では被災地応援として荒川西ライオンズクラブによる桃の販売会が行われました。6玉入り1300円、10玉から11玉入りが3000円で販売され、事前予約した方が地区別に受け取りに来ていました。今週はご覧の話題をお伝えしました。以上、ウィークリーニュースでした。